はい、西教授です。NPO 法人育て上げネット、理事長、工藤健を、圭さんをお招きして、対談の最終回です。で、少年院の話をしてきたんですけども、まあ、とりあえず、まあ、少年院に入りましたと。で、まあ、入る時の環境の話とかもしてきました。で、まあ、出ましたと。まあ、卒院式ですね。これ、まあ、学校と違って、それぞれ入る時期が違うので、まあ、卒院式っていうのは一人ずつです。で、まあ、涙の卒院式がありましたと。で、まあ、少年は出ましたと。で、まあ、その後、様々なことがあり、まあ、環境でしょうね。再犯率も結構高いという状況になっています。まあ、かといって、まあ、ここ、ちょっとレポートがあるんですけども、まあ、外部の人間との接点がない少年に過ごした後、まあ、出院しましたと。すぐに支援の終了されても困るっていう感覚も、まあ、あるみたいで、じゃあ何とかしなきゃっていうわけでもないみたいなんですけども、まあそれでまあ環境的に、まあ、元いた環境に戻ってしまうと、また再感をしやすいという状況になってるみたいですよね。そうですね。はい。で、今回、この少年院出院後の生活状況調査っていうのがあって、まあ、これはどっちかというと、こう、戻らなかった人たち、というか、ちゃんとある程度自立できてる人たち、まあ、これをインタビューしてます。っていうのは、まあ、再犯してしまう環境を調べるのも大事なんだけども、まあ、再犯しないでやれてる人たちがどうなのかっていうことを聞いてみるのも、まあ、ヒントになるんじゃないかという調査みたいです。で、この調査が面白くて、まあ、本当に、まあ、様々な人がいるということなんですけども、これ、様々な人に相当、こう、しっかりと踏み込んでインタビューしています。まあ、名前を言っていい人といけない人がいるんですけども、ちょっと紹介しますね。まず、新井さんという方、この方はご存知なんですよね。はい。で、不良グループに吸い寄せられた。で、まあ、両親が離婚して、大人への不信感や反発心があり、まあ、そういう、こう暴走族の友達ができたと。ということで、まあ、かなり小競り合いになって警察官を殴ってしまったと。まあ、そういうことで、現行犯逮捕されて、少年院に入ったという子供なんですね。で、まあ、それが、まあ、父親は毎月、まあ、面会に、有給を取って面会に来てくれたと。で、出院しました。で、本人で地元にいると再犯してしまうと、自分で気づくのがとても偉いと思います。そこから世界一周の旅で、ピースボートに乗ったっていう、そのあたりの話って聞いたことありますかあ、ね。そうですね。ご本人からもお聞きして、ピースボートは確かチラシを貼ってもらうと、1枚貼ってもらって、いくらか値引きがあって、はあ。彼はお金があんまりなかったので、貼りまくって最後無料まで行ったんですね。すごいな。3000枚ぐらい。ピースボートチラシを貼ると1枚いくら？分のその割引になるので、そうすると1000枚だから3000枚稼いでたんですけど、全部貼ればお金はなくても行けるっていうので、それを実行してましたね、確か。で、その後勤務したですね、ピースボートに。で、カナダに1年間滞在したと。すごいですよね。いや、本当エネルギッシュで、いつもお話聞いてても、すごいなって思います。で、この方が言うには、やりたいことの種を見つける支援が必要だという、まあ、そういうことをおっしゃってますが、まあ、彼の場合は、こう、本当に見つかったんですよね。そうですね。というだか、見つけから、たんですよね。やっぱりこう、今回のインタビューとかでも、やっぱりこう目標だったりとか、やりたいこと、好きなことを、やっぱりまず見つけるっていうことがある。その上で、いい人との出会いであるとか、まあ、一本の太いというよりは、100本の細い人とやっぱつながりながら、みんなでやっていくっていうことが、まあ、公正自立に対してとても重要なんだってことをおっしゃってる方多かったですね。100本の細い糸。はい。なるほどね。まあ、1本の太い糸っていうのは、まあ、運次第でできやすいかもしれないんだけど、100本の太い糸の方がいいんだ。そうですね。まあ、それはおそらくその、まあ、本人が100本糸を作るってこともあるでしょうし、国社会の側がその細い糸となって一人一人できることをやっていくってことも。100本ということは比較的当事者じゃない人たちが、こう、細々とでもそうですね。見多ていく分という年ことですにね。1回ご飯食べるとかでも食べると思うんですけど。なるほどね。で、まあ、必要だと思う支援っていうのは、これ各自書いていただいてるんですけども、やっぱり本人に寄り添える支援が必要で、で、資格を取得しても本人の希望を踏まえて必要な資格をこう選んでいくと。まあ、すごくこう、
自分の自立ということを考えてますよね。なんか何人かおっしゃったのは、資格を取れた自分がすごくいいんだけれども、その資格と今の仕事が全くつながってなくて、あ、そっか。多分そこがつながるとよりいいんだろうなっていう、こう、少年の中でももっとこう、いろんなことやれたらいいなっていうことをおっしゃってる方多かったですね。あ、そっか。少年の中で資格は取れるんだけど、はい、結構、やりたいこととは違うことが多い。そうですね。建設的建築系のものであったりとか、まあ、IT 関係も CAD とかもあるんですけど、うん、やっぱりこう無数にある資格の中から、うん、あるものからやっぱり選んでいくっていうことが、目標があった場合だとつながらないです、ね、もっと選択肢を増やしてあげるともっといいだろうと。はい、うん。この方の再犯への歯止めっていうのが、暴走族仲間の死に接して、罪を犯さず一生懸命生きようと思ったこと、ピースボートの仲間や家族など、ここ大事だと思うんですね。複数の居場所を得て愛情を感じられた。これはとても、実は複数の居場所っていうのは、僕も本で何回かテーマにするんですけど、大事でしょうね。あの、100本の人は彼がおっしゃっていたんですけど、おそらくそういうことがたくさんあった方がいいんだって話です。なるほど。で、次が女性なんですけども、この方もご存知。あ、そうですね。ああ。まあ、崩壊、家庭が崩壊したと。で、母親がアルコール中毒になり、父親ももう自宅には見つからなくなったと。で、中1で暴力団の事務所に出入りしてしまって薬物中毒になると。でまあ、家庭崩壊が非行の原因だと言われると違和感がある。これ、なんかこう、聞いたときに、あ、なるほどって思います。こんだけ家庭崩壊してたら原因じゃんって言いたくなるし、原因だと僕ら思いますよね。違うらしい。結局自分が善悪を分かった上で悪いことしてたというように自分の側に自分のしたことを親のせいにしないと、まあ、それが再犯しないでいられたと自分で思われるっていう、すごいですよね。こう少年の中に入っている方の データだけ見るとやはりそのより一般的なご家庭よりは厳しい環境だなと思ってまあ、方が多いんですよね。で、それを前提にやっぱりこう話されることが、まあ、一方でこう当事者の方の一部の方を傷つけたりとか違うんだっていうのは、本当にこう気をつけないといけないというか、みんなケースは違うっていうところは、はい、周りにありました。で、こう少年院って出た人たちが出会うことを禁止してる。そうですね。中ではね、お互いの情報を交換しないっていうのはずっとされてると思う。この人はでも、こう、再犯の最大の原因は元の仲間に戻ってしまうことと言いながらも、少年院の仲間と新しいつながりを作って、頑張る姿を見せ合うと、プラスになるんじゃないかという。そうですね、むしろ、出てから会う方がいいんじゃないかということも。はい。有名なところに、NPO のセカンドチャンスっていうところがあって、そこは、少年院を出られた方々が、こう、お互いに、こう、支え合うようなこととかをされてるんですけれども、やっぱりこう、まあ、元々の仲間というよりは、こうまあ、卒業生ですね。自分たちが苦しい時にお話をするっていうのは、結構依存系の話とか、ピアカウンセリングとかの要素なのかなと思っていて、結構いろんな少年が講演とかされて、自分は頑張ってると、仲間もいるんだっていうことは、おっしゃってました。この人も必要だと思う支援。自分を信じ、困った時に助けてくれる人の存在。血縁のない男子三者でも構わない。で、出演者が堂々と再会する場を作り、頑張り合う姿を見せる。ということが、まあ、大事なことになっていくと。ですね。まあ、この方は自分が子供を作られたんで、それでまあ、その存在も再犯の始めになったと。新井さんのご家族、今はご家族の存在が大きいっておっしゃってました。で次の方は、この方もご存知ですか？は、いや、その方は僕はお会いしてないです。この方は、再生保護施設を経て、NPO 法人クラージュの寮に入っている。はい、このクラージュっていうのは、こういう分野ではかなり活躍してますよね。そうですね。宿泊というか、まあ一緒に暮らす機能と、あとお仕事ですね。を両方提供するっていうので、おそらく保護関係の分野ではとても名前の知れた、ここだと思う。レストランとかも大好きです。いや、ここのクラージュのホームページ見ると、誰でも来いみたいな感じで、まあ、駆け込み餃子
まあ、刑務所を出た人たちが行って働ける場所なんだけど、ここも本当誰でも来いみたいな感じで、誰でも行くみたいなんですよ。さすがに誰でも行ったらやばいことも起きるんじゃないかと思うんだけど。そうですね。だから、やっぱりご家族が帰住というか帰ってくることをこう望まないっていう場合に、どこに行くんだとなると、住み込みで働けたりとかっていうところ。じゃあ、出院の時に親がそもそも迎えに来ないってことですか？っていう時もあるでしょうし、あとは、その、ご本人が帰りたくないってこともあるんです。ただ、やっぱり未成年なので、その時点で、やはり、こう、受け元として、厚生保護施設であるとか、児童養護であるとか、その中に、クラウドさんも入っているで。で、彼はこんな会社他にない。辞めるつもりはないと。割と続かないことが多いんじゃないかと思うんですけど、彼は続くわけですよね。そうですね。まあ、別に少年とか刑務所を出たからってわけじゃないと思うんですけど、同じ場所でずっといないっていうのは、どなたでキャリア変えることがあると思うんですけど、クラウディさんの写真とか見ると、なんかこうみんなで旅行行ってたりとか、仲間みたいなのをすごく感じました。いや、クラウディのホームページって、まあ、ぜひ、ちょっと検索してみてください。かなり面白いですよ。うん、で、この人は必要だと思う支援。やにくもに、更生を目指すのではなく、ほどほどに遊ぶことも受け入れながら自活させる支援。そういうふうにおっしゃっています。やっぱり更生させたいっていうのは、まあ、これ前回か前々回の対談でもあったんだけど、反省しろっていうのはしんどいんでしょうね。そうですね。まあ、あとはストイックになれないみたいなのが確か書かれたと思うんですけど、まあ、基本的にはその、遊ぶよりは真面目にとかっていうのは、第三者は言いやすいと思うんですけど、やっぱり、誰でも息抜きの場とか、そうですよね。多分そういうことをおっしゃっていて、もう少し息抜いたり、ちょっと気楽にこうストレス解消したりってことも必要だよねって、誰か言ってあげないといけないよねってことも、やっぱり少年の先生方って言いづらいと思う。言いづらいですよね。多分なんか外の人の方が、少し。まあ、少年院の中で僕はちょっとふざけただけで怒られちゃいましたからね。やっぱりそれは言いづらいですよね、職業上ね。そうでしょうね。この方の再犯への歯止めっていうのは、このクラージの新しい仲間。彼らと楽しく過ごしたい。少年院の生活も嫌だっていう思いということです。やっぱりこう仲間が見つかるっていいんでしょうね。で次の方は、まあ、今度はお母さんから暴力を受けて、不良になってしまったと。で、本を大量に万引きして、でも本っていうのは偉いと思うんだけど、まあ、大量に万引きして、まあ、同じ店で20回ほどやって逮捕されたと。でもここは、多摩少年院で、教官がとことん付き合ってくれたと。まあ、それがすごく大きかったと。ということらしいんですよね。で、出院後も、まあ、困りごとだらけだったと。したい仕事もやりたいこともない。これね、やりたいことって、僕らでもそうだけど、やりたいことやれって言われても何やりたいか分かんないですよね。そうですね。見つかるといいっていうのもありますし、あとは見つけるまでの時間ってかかると思うんですけど、すぐ働かなきゃいけない方とかですと、やりたいことの前、目の前の仕事っていうところ、まだ10代なので、ですよね、その辺を少しこうよ、まあ、余裕というか、時間っていうのは、誰にとっても本当は必要なんだ、まあ、早く仕事なんかつけって言われてもね、わかんないですよね。でこの方は、必要だと思う支援は、出所後、定期的に会って話をする伴走支援。困りごとを相談したときに支援の選択肢を示してもらいたいっていうことですね。まあ、こういう組織っていうか、やっぱり必要なんでしょうね。次は、この方も人生を変えたのは教官との出会い。やっぱり担当教官に、こう、でこの人はロールレタリングっていうのは、手紙とかね、書き続けるわけですけども、これで変わったと。すごいな。で、居酒屋で働き始めて、で、デイサービスを自分で開業したと。経営者なんですよね。すごいですね。で、入院体験、少年に対しては、後から考えると、メリットしかなかった。で、担当教官は人生のメンターだ。まあ、それに出会えたなら、まあ、よかったっていうのが変ですけど、そうですね、まあ、後から考えるとメリットだったんでしょうね。この辺なんか、まあ、メリットがほとんどなかったっていう言葉の方と、
もう、まあ、変な話、行ってよかったっていう人が割れてて面白い。構成事実をしていても、その少年院の存在自体が割れてるっていうのは結構面白いなと思って。もう帰りたくない、あんなとこ嫌だっていう調整の仕方もあるし、あれがあってよかったよって、メリットしかなかったよっていう、こういう方もいるんですね。でこの方の必要だと思う支援の中でちょっと面白いのは、悪い友達に誘われた時の逃げ方など、再犯防止の具体的対処法を入所中に教えておく。入所している時に、どうやって悪い友達の誘いを逃げるかを具体的に教えてほしいっていう、うんうん。難しいですよね。そうですね。なんか誘われた時にどう断るか、やっぱ断れなかったりとかっていうのもお聞きしますし、うん、あとはこうちょっとこういい暮らしを目の前で友達がしていて、自分は地道にやってる時の、その着てる服とかが違ったりして、やっぱりああなんかいいなって思ったりする時に、こう気持ち的にどうするかっていうのも入ってると思うんですけど、うん、なるほどな。でこの方もクラージュですね、望月さんもね。この方はリフォーム会社を営業をやってると。で、この人は再犯どころか少年院に3回入ってるんですね。そうですね。少年院って何歳かまでですよね。そうですね。今3回って、あんまり僕も聞いたことがないので。超再犯ですよね。そうですね。まあ、少年院、その後、あれですね、大人の成人の方には行かれてないと思います。で3回少年院に入って一番の原因は自分では孤独からだったんです。この孤独っていうのは。つながりがあってよかったっていう人と、当時孤独だったから改めてっていうのは、同じことをおそらく皆さんおっしゃってるんだろうなと思います。なるほど。で、この方もこの人生を変えたのは NPO クラージュとの出会いだと。すごいですね、クラージュも。そうですね。3回行ってるくせに、少年院の経験に無駄はないって言ってますよ。3回やって無駄はないって、無駄じゃないのかな、残り2回は。と思うんだけども、まあ、入院していなかったら成人になってまた同じことやっただろうと。この辺が少年院の自体は教育施設であって、成人の刑務所とは違うんだってとこなんでしょうね。やり直しだと、よく可塑性って言われますけど、やっぱり変容可能性、変われる可能性が高い子たちなんだからっていうのが理念とした初年にありますので、まあ、何回かというかそれを聞いて最終的には刑事施設には行かなかったって話だと思います。この子もでもすごいのは少年院3回入ったというとあまりにもマイナスイメージが大きく、普通に働いてるだけですごいと言われるって、まあ確かにギャップだよね。そうおかしなやつだな。で再犯しないためにはこの人は夢が必要だと、うん、じゃあ目標有名で、まあ、っていうその、まあ、未来のことと、まあ、やりたいことです。例えば人のつながりってキーワードはやっぱりかなり似てますね。うん、この人は海外で暮らして自由を取り戻したいと、アライアントに近いかもしれません。なるほどね。まあ、再犯の歯止めはやっぱりこのクラージュとか、海外旅行で自分の小ささを思い知ったとか、そういうことらしい。そうですね。どうしても狭い世界で生きてるから、まあ、少年院入って暴力が強いやつとかは親の対照的な感じだから、外を知るとか、外を出るっていうのはいいのかもしれない、ね。皆さん、基本的に10代なので、その時点で、まあ、視野が広いっていうのは、ああ、ないですよね。それはそうだね。それはそうだ。まあ、それでも、よりこう、チャンスがなかったんであれば、改めて世界を知るっていうのが、すごくいいんです。この方も暴行で逮捕されて、今はトレッキングや川下りなどのアウトレジャー、アウトドアレジャーのガイドをしながら、塗装業、建築塗装業。はい。で、なんか暴走族を返り討ちにしちゃって少年院に入る。で、教官は正論ばっかり言うから嫌だと。これはさっきの方と違って、教官は話のわからない大人だと。こう言っちゃってますね。で、今度は19歳になって、今度は大人になってから今度は刑事裁判で、乱闘した相手を死なせてしまったと。で、この後婚約者が死んで、大事な人を失うことがどういうことか初めて分かったと。まあ、かなり遅い。殺しちゃってから思うのも遅いけど、まあ、ここで分かったんでしょうね。
で、まあ、日常が当たり前ではないということに、まあ、気づいたと。で、ここに至って人を傷つけ死なせてしまった自分にも、愛してくれる妻と子供がいて幸せになれたことはありがたい。これからは大切、そういう人たちを大切にしていきたいと。まあ、思ったと。で、出院後に困ったのが、やはり、こう、実名が報道されないで、で、出所が、実家で勤務したから就職とかを困ってない。でも必要だと思う支援が、正論で子供を押し付けるので、押さえつけるのではなく、話に耳を傾け、子供自身の好きなものを探してあげると。まあ、やっぱり伴走するということなんでしょうね。でもなかなか少年院の中で、こう、横、やっぱ上から目線が当然で、教官の場合、横で話したり伴走するっていうのはやっぱ外部になるんじゃないかなって。今まあその少年院にいろんな企業さんや個人が入っておるんですけど、平成26年の少年の改正ぐらいから、外の人をもうちょっと中に入れていくっていう。でもサッカーのチームも。あ、そうですね、FC東京さんとか。あ、それ以外もたくさん入ってられて、結構今日、まあ法務教科の先生方に聞くと、やっぱり外から入る人っていうのを、まあ少年院で見ると、よそ行きの顔になると。出演した後にこういう顔をするんだなっていうのは、書類の中だけだと見づらいので、やっぱり外の人に来てもらって、うん、あ、そういう言い方があるんだ。違う表情や言葉。まあ、先生が勉強に入られた時に、教官を教えるっていうことを先生が外の人が教えるっていうのは、多分彼ら振る舞いが同じではない思いだと思います。なるほどね。この人の場合は、年上の受刑者の励ましで大学を目指したと。これもすごい話ですよね。君は若いからやり直せる。大学に行ってみたらっていうのを、大卒の受刑者に言われたと。なるほどね。今経営されてます。ああ、飲食業経営ですもんね。出所後に困ったのは高卒の学歴でスキルも職務経験もないので面接で何社も落とされたと。で、必要だと思う支援は、この人もすごいな、人間関係という怒り。怒りって船の怒りですね。で、あの人と約束したから頑張ろうと思える相手と。これは太い一本の線なんですね、この人にしたら。そうですね、多分どなたのことかを、どなたかをイメージされてると思いますけど。なるほどね。で、次の方は、まあ、最終的には、やっぱり人間関係、友人関係を築きづらいと。で、友人に入院経験を話したら、多くの人に広まってしまって白い目で見られる。地元でもあいつに関わるとやばいって言われると。それは、どうでしょうね。例えば僕らにしても、少年出身だよって言われたら、一般の人は雇いたくないと思ったり、あんまり関わっていかないなって思ったりするんでしょうね。そうでしょうね。多分少年院と小、まあ、刑務所と鑑別所の違いってみんなわからなくて、なんとなくこう漫画とか映画で見たような、鉄格子がーみたいなイメージがすごく強いと思うんです。そうです。僕も行くまで割と違ったイメージ持ってました。で、遠巻きでも少年たち見たときに、なんかイメージとギャップが結構あること。まあもちろんなんかそうでない子いるんですけど、やっぱりこう知らないがゆえに恐れるっていうのは、まあ、人に限らず、今ウイルスとかもそうです。わかんないものはやっぱり不安になる。やっぱり僕、こうやって見てても、こう、当事者じゃない人たちがどういう反応をするかとか、そういうところはすごく大きいと思うし、まあいろんな社会問題いろいろありますけども、どの社会問題であっても結局まあ社会全体がまあより良い方が僕たちも住みやすいわけで、まあそれをまあどのくらいこう自分の問題だと多少ないとも思えるかっていうことが大事で、で出発点としてはやっぱりとにかくこういうことを知る、何かできるできない別にして、やっぱり多くの人に知ってほしいですよね。まあ、こういうとこなんだよとか、こういうことなんだよって、まあ、できるだけ自分も偏見持ってましたけど、まあ、思い込みとか偏見とかを減らして、こうなんだねっていう知ると。まあ、今回 YouTube でやってるのも、まあ、多くの人にちょっと興味を持ってほしいなとか、知ってほしいなっていうのがあって、まあ、動くかどうかっていうのは、まあ、その次でいいし、まあ、動くなら、ちょっとこんなことできるかなとか、
まあ、ちょっと育て上げネットに貯金しようかなとか、まあ、そういう動き方もあると思うんですけども、とりあえずは自分も生きてる社会なんで、こう、社会ってちょっと良くなった方がいいですよね。そのためにはいろんな問題があるとか、まあ、いうことは知った方がいいよねっていうのが、まあ、最終的な結論なのかな。少年に関しても、まあ、あまりにも、まあ、知られてなさすぎる。そうですね。知る機会も日常生活がなかなかないですよね。それはこういう YouTube なり、様々な活動なり、通じて、まあ、少しでも知っていってほしいな、というふうに思っています。で、まあ、最後に育て上げネットの、そうですね。今、先生が読んでいただいた10名の、ね、まあ、調査なんですけれども、この新公益連盟という、まあ、私たちの法人も所属しているところで、仲間と一緒に調査したんですが、ここで自由に、フリーでダウンロードして、読んでいただけるようになっています。新公益連盟というふうに打っていただければ、検索からすぐ出てくると思います。あと、育て上げネットのホームページを。ありがとうございます。まあ、私たちは少年の方の出演者だけを支援しているわけではなく、広く働きづらい方の若い人の支援をしているんですけれども、やっぱりここ、まあ、コロナの影響もあって、本当にこう相談の依頼が増えていてですね、そうなってくると、まあ、みんな困ってるんですけれども、弱いところに、まあ、影響が行きやすいという意味では、今までだったら少年院出てた子も雇うよって言ってた会社さんでも、まあ、少年じゃない子も困ってるんだったら、どっちにしようかなっていうのもあったりしますので、なんか私たちもできる限り情報の発信とかしようと思ってるんですが、ちょっと今、なかなかできないんですけど、少年のツアーで、これ自分で行くの大変だと思うんで、皆さんと一緒にこう中に入って、施設見たりとか、先生の話聞いたりとかで、少しでも知ってもらえることをやっていきたいなと思ってますので、ご関心ある方はまたご連絡いただければと思います。ありがとうございました。4回にわたって、少年についての、対談を行ってきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。